皆さん、こんばんは。こんばんはなんだぜ。今回は、このチャンネルの2期目となる、2022年通期の活動報告をしていきたいと思います。2021年1月24日の初投稿から、丸2年が経過して、このチャンネルも2歳になったんだぜ。初投稿って、1月23日じゃなかったっけ？なんか YouTube には24日って表示されるから、ウプ主がそれでいいやって。相変わらず適当だな。まあ、そんなわけで今日もミスがあっても、ゆるく見てくれると嬉しいんだぜ。なんかマリサがいきなり予防線を張り出しましたが、気になるところは遠慮なく指摘してください。では、前置きはこのくらいで早速行きましょう。おう。わあ、パチパチパチ。はい、ありがとうございます。それでは、まず本日のお品書きですが、今回も3部構成で行きたいと思います。まず、第1部は活動報告。2022年の結果を振り返るんだぜ。そして、第2部が質疑応答。前回から始めたやつだな。事前にいただいた質問に答えていくんだぜ。最後に、3期目の方針となります。要するに今年の目標とか予定とかだな。うん。では、早速第1部からやっていきましょう。おう、前回第3四半期まで発表してたけど、どうするんだ？まずは、第4四半期の結果をお伝えして、それから1年間のまとめをしたいと思います。おう、年末の結果が楽しみだからな。そうだね。では、第3四半期までの再生数の結果がこちらです。5月に大きく伸びた後に、6月、7月と急落していって、そこから、8月、9月にかけて徐々に盛り返していった。というのが、前回の第3四半期までの大まかな流れでした。9月上旬から始めたファーセストフロンティアのシリーズが好調だったんだぜ。そうだね。では、そこからどうなったかを見ていきましょう。ドキドキ。引き続き、ファーセストフロンティアを続けていって、10本出した10月は、694,347 回で、ほぼ横ばいでした。この辺が今の上限ってことかな？そんな感じがするね。では、続けて、11月に行ってみましょう。ファーセストフロンティアのシリーズも、11月18日で完結しちゃったし、動画も6本しか出してないから、あまり期待できないんだぜ。さあ、どうなったでしょうか？11月は、867,571 回で、結構伸びました。おお、これは意外な結果だな。終盤にかかっていた、ファーセストフロンティアのシリーズが、11月になって、視聴が伸びてきたんだよ。皆さんの視聴に感謝なんだぜ。ウプ主は、シリーズ完結後に廃人になってたけどな。出し尽くしたみたい。あいつ、いつもシリーズ終わると燃え尽きてるよな。頑張ってるのは、私たちなのにね。ほんとだぜ。あはははは。さて、残り1ヶ月を残して燃え尽きたウプ主。12月はどうなってしまったのでしょうか？総集編を頑張るって言ってたよな。一応宣言通りに、オストリブと、ディスゴーオブマインの総集編を出したよ。でもあとは、癒し枠のタウンスケーパーの1本だけの、合計3本しか出してないし、ディスゴーオブマインも年末ギリギリの27日だったぞ。全く作業が遅いんだよね。では、そんな12月の結果を見てみましょう。693,281 回で、予想通り視聴回数が減ってしまいました。まあこれは仕方ないんだぜ。でも、10本出した10月と、ほぼ同じだから、かなり健闘したと言えるんじゃないかな。やっぱり総集編の効果はすごかったんだぜ。オストリブ総集編は、年末までにほぼ10万再生までいったので、かなり視聴を牽引してくれました。それに、動画を投稿してない間も、毎日1万再生くらいいってたので、それも大きかったね。ありがたいことなんだぜ。ほんとだねー。では、続いて、登録者数について見ていきましょう。おう。こちらも再生回数と比例するように、5月に大きく伸びた後は、毎月3000人くらいずつ安定して、増加してきていたね。おう、基本は再生数が伸びれば、登録者も伸びるという感じだよな。なので、こちらは一気に行っちゃいましょう。10月が、2627人。11月が、3920人。12月が、4312人。という結果になりました。え、ちょっと待ってくれよ。12月は、再生数が減ったのに、登録者数は増えたってことか？そういうことだね。なんでなんだ？こちらについては、後でまた分析しましょう。え。まずは、結果だけ報告しちゃうよ。気になるんだぜ。でも、次は、マリサの好きなあの数字です。あ、来た。収益だー。では、こちらも引っ張らずにサクサク出していきましょう。おう。
こちらも再生数に比例するように、増えたり減ったりしてきたけど、やはり読めないのは、12月の数字だな。そうだね。では、こちらは順番に見ていきましょう。10月の収益は、476,009円でした。9月よりは減っちゃったけど、まあまあ横ばいって感じだな。そうだよね。そしたら11月は再生数も増えてたし、期待できそうだな。じゃあ、見てみよう。11月は、591,057円で、予想通りかなり増えました。おお、もうちょっとで60万だったんだぜ。6月の数字にもあと一歩だったね。さあ、それでは12月だよ。お前もウプ主も総集編で荒稼ぎだー、なんて言ってたけど。再生数はそんなにいかなかったからな。では、見てみましょう。ドキドキ。733,985円で、さらに増加したよ。万歳。って、おお、予想以上に増えたんだぜ。これが総集編効果ってやつなのか。ふっふ、100万円を狙ってたけど、全然届かなかったね。ウプ主がもう少し頑張ってさえいればな。総集編は意外と大変なんだよ。へえ。それで総集編効果は分かったけど、具体的に何が良かったんだ？これは結構単純な話で。12月は再生数は減ったけど、再生時間が伸びたんだ。このオレンジの方が再生時間だな。確かに、11月に比べても、4割ほど増えてるんだぜ。オストリブの総集編は、今までの動画で一番長くて、6時間もあるからね。32話分あるからな。そう考えると、再生回数が減っても、トータルの再生時間が増えるのも納得なんだぜ。また、相乗効果もあったと思うけど、他の総集編もかなり年末は伸びていたよ。つまり、結構狙い通りではあったんだな。にゃはは？へ、変な笑い方するなよ。まあ、とにかく第4四半期の結果は以上となります。おう、いろいろあったけど、かなりいい結果になったんじゃないかな？うん、ウプ主は大晦日まで動画編集していたけど、いい年で終われたと思うよ。ということで、ここからはこの結果を踏まえて、2022年通期をまとめていきましょう。おう、いろいろありすぎてほとんど忘れてるけどな。というマリサのためにも。まずは、こちらの再生数の推移を見ながら、1年間のハイライトを見ていきましょう。わわ、すごい細かいんだぜ。ざっくりですが、1日ごとの再生数の変化になっているので、より細かい動きがわかると思います。おう、とりあえず頼むんだぜ。それでは、まずはこちらから。2022年1月1日時点での登録者数は、1566人で、再生回数は、1527回でした。ここからスタートしたんだな。うん。そして、初投稿は、1月6日のプラネットズーの第29回でした。このドームを作ってた時に、今の独立海洋編のドームもこそこそ作ってたんだよな。ドームを作るのがちょっとマイブームでした。やってることが1年前と変わらないような。何言ってるの、だいぶ成長した。はずだよ。自信持てよ。とにかくそうしてスタートを切って。そして、18日には、このチャンネルを大きく変えることになる、フロストパンクのシリーズ、ゆっくりと生き抜く極寒世界を開始します。ちょうど1年前か。もっと前に感じるよな。このシリーズが好評で徐々に登録してくれる人も増えてきたので、2月の頭には、念願の2000人を達成したよ。やったぜ。そして、シリーズは、ちょうど1ヶ月後の2月18日に完結しました。みんなと駆け抜けた熱いシリーズだったんだぜ。その熱も冷めやらぬうちに、この新作ゲーム紹介の動画が、投稿後1ヶ月で7万回再生という、このチャンネルとしては、異例のヒットとなったので、登録者も3000人台へと一気に拡大しました。グラフでも、ピコッと飛び出てるからよくわかるな。それだけでなく、この動画が次に繋がるきっかけにもなったよ。なんだっけ？この動画のコメント欄でリクエストされたのが、次のシリーズの、オストリブだったのです。おお、そうなのか。いろいろと思うところがあって始めたシリーズだけど、予想外に受け入れてもらえて、かなり順調に伸びてくれましたね。まあ、私が尊重だからな。ふーん。いや、いい村だったから。そうだよね。だが、この頃の私たちはまだ知らなかった。そうだな。このそそり立つ山が来ることを。絶壁なんだぜ。もはや説明の必要はないと思いますが、ゴールデンウィークに投稿した、パトロンとフロストパンクの総集編が大ヒットしました。再生数の一番伸びたこの先端の日は、1日で、12万3000回再生を達成。4月の平均再生数が、1日で6500回程度だったので、ウプ主はビビりまくってたんだぜ。登録者も5000人台から、一気に2万人を超えました。
ただ、そこから6月、7月にかけて急落。でも、ベースはだいぶ上がったよな。平均再生数も4月の6500から、7月の平均は1万9000回程度になったから、約3倍になったね。そして、6月14日に約3ヶ月続いた、オストリブのシリーズ、ゆっくりと気づく平和な街も完結。思い出すとちょっと切なくなる。そこからしばしの準備期間を経て、7月22日からは、ディス・ウォー・オブ・マインのシリーズ、ゆっくりと生き抜く名もなき戦争を開始。厳しい日々だったんだぜ。リディアは元気にしてるかな。毎回ラストの銃撃音で、皆さんを不安に陥れながらも、一気に駆け抜けたこのシリーズは、約1ヶ月後の、8月22日に完結しました。ウプ主のメンタル値も相当削られたんだぜ。とはいえ、順調にチャンネルも成長していたので、気合を入れて、さらなるシリーズに乗り出します。それが9月7日から開始した、ファーセストフロンティアのシリーズ、ゆっくりと開拓する辺境の谷です。まあでも結構気楽に始めたよな。ディス・ウォー・オブ・マインに比べれば、どんなゲームでも気楽にできるよ。それは間違いない。それに注目の新作だったこともあって、かなり順調に伸びてくれたので、結構いいペースで出してましたね。よくわからない力で頑張ったんだぜ。しかし、終盤に向かうに従って、複雑化するゲームと、シナリオのまとめ方に苦心したウプ主は、11月18日のシリーズ完結とともに力尽きるのでした。再生数の激減ぶりが、力のつき具合を表してるな。でも、休んだのは1週間ほどで、あとは、ひたすら総集編の編集してました。特にオストリブは、なんかずっと作業してたな。私もチェックしとけって言われて、3回は通しで見させられたよ。それだけで18時間だからな。でも苦労の甲斐あって、年末最後に挽回することができました。ふう、忙しい1年だったけど、どこも思い出深い地ばかりなんだぜ。本当にそうだね。いい出会いがあって、充実した年になったよね。皆さんは、何がお気に入りでしたか？って、霊夢、お前大切なものを忘れてるぞ。え？7月9日に、プラネットズーのキャリア編が完結したじゃないか。あ、確かに。延長が忘れちゃまずいだろ。あれは、私のライフワークだから。終わるとか、終わらないとかないんだよ。いや、忘れてただけだろ。おっと、時間みたいだ。ごまかした。さあ、ハイライトも終わったので、ここからはいろいろな数字を見ながら、2022年をまとめたいと思います。お、なんなんだ？まず視聴回数ですが、2022年1年間で、総計766万7244回再生されました。2021年の合計が20万5722回だったので、前年比 3727% アップです。え、うん。伸び幅がでかすぎてよくわかんねえよ。確かに。では、次は登録者数を見てみましょう。昨年末の1556人から、2022年末には4万7166人になったので、年間で4万5610人増加しました。こちらは、前年比 2931% アップですね。だから、よくわからねえって。ちなみに、1年前の報告会で、2022年の目標として挙げてたのは、登録者1万人でした。しかも自信なさげだったよな。まさか、こんなに行くとは夢にも思ってなかった。とにかくたくさん伸びたってことだね。感想が雑だぞ。てへへ。そしたら、次は収益だけど。もう前年比はいらないから総額だけくれよ。はい、収益総額は525万597円です。おお、これはかなりの金額になったな。ちなみに、こちらには前回の報告会でいただいた、このチャンネル唯一のスパチャの分も含まれています。鈴井おもち様、ありがとうございました。読み方違ってたらすいません。あとは、すべて広告収入なんだぜ。まあ、お金の話はあんまりするとあれなので、さらっと流しますが、嬉しいです。今さら。そしたら、次はこちらの数字を見てみましょう。お、これは何なんだ？青い棒グラフがインプレッション数で、赤い線グラフがクリック率になります。インプレッションってなんだっけ？もう忘れちゃったの？インプレッション数とは、動画のサムネがホーム画面や関連動画として表示された数だよ。まずは表示されないと見てもらえないので、非常に重要な数字だよ。へえ、あんまり出さないから忘れちゃうんだぜ。まあ、見てわかりやすい数字じゃないからね。今回は視聴者さんからリクエストがあったので取り上げてみたよ。気になる数字があれば、言ってくれれば何でも出すんだぜ。何でもは無理だけど、出せるものは出します。それで何を見たらいいんだ？
うん、では簡単に説明するね。まず、1月の合計インプレッションは、約851万回でした。850万回、どこかに表示されたってことだな。うん。そして、クリック率は、4.2% だったよ。つまり、851万回の 4.2%。35,742 回の視聴につながったってことだね。なるほど。2022年で一番多かった5月のインプレッション数は、5600万回でした。数が大きくなりすぎてピンとこないんだぜ。とにかく、年間のインプレッション数の合計が、約1億6900万回だったよ。このチャンネルで、億という数字を見る日が来るとは。でも、クリック数の年間平均は、2.5% なので、100人に表示されたとしても、そのうち見てくれたのは、2、3人ということだね。それってどうなんだ？かなり低いです。ダメじゃん。えへへ。何が問題なんだ？表示されるのはサムネだから、サムネの問題だよね。ほら、うちのサムネって、めちゃくちゃ地味だから。でも、いいって言ってくれるコメントも結構もらったぞ。うん、なので、この地味なサムネでも見てくれる、落ち着いた方が来てくれてるんだと思うよ。実際に、コメント欄の民度高すぎる、なんてコメントもいただいたな。優しいコメントばかりです。コメント欄も含めての動画だと思っているので、私たちの手柄ではないけど、褒められると嬉しいんだぜ。いつも、皆さんありがとうございます。広く見てもらえるチャンネルではありませんが、無理に拡大せずに、気に入ってくれる人たちが少しずつ増えていってくれれば、いいなぁと思ってます。サムネだけ目を引くようにしても、どうせ内容も地味だからな。えへへ。ちなみに、インプレッションの内訳は、こんな感じです。関連動画とかホーム画面に表示されるのが約半分で、あとは、再生リスト関連の表示が約3分の1くらいですね。再生リストの割合がかなり高いから、もっと整備を見直してもいいかもしれないな。うん、今は結構適当だからね。でもインプレッションを狙って伸ばすのって難しいよな。そうだね、YouTube のアルゴリズムに評価されないといけないけど、明確な指標が示されてるわけじゃないから、頑張って良い動画を作るしかないよね。ただ、長い動画は評価されやすいみたいなので、そういう点から、総集編のような長時間の動画はおすすめに上がりやすいみたい。それで、新しい人に見てもらえて、登録者の増加にもつながるってわけだな。うん、そう理解しているよ。それじゃあ、報告もだいぶ長くなってきたから、最後にこちらで締めたいと思います。お、なんだ？年間、再生数ランキング。急に新コーナー来た。2022年に多く見られた動画のトップ5を紹介したいと思います。その年を代表する動画ってことだな。うん。それでは、唐突ですが行ってみましょう。まず、第5位。15,281 回再生の、2022年注目のシミュレーションゲーム13選でした。これは、このチャンネルで一番最初のヒットと言える動画で、先行きを明るくしてくれたよな。うん、調子に乗って、2023年版も作っているので、まだの人はぜひご視聴ください。え、これ宣伝も兼ねてるの？てへへ。では、続きまして、第4位。16,181 回再生の、ファーセストフロンティアの実況シリーズ、ゆっくりと開拓する辺境の民の第1回です。おお、9月の投稿なのに、ここまで上がってくるとはすごいな。今年を代表する実況シリーズとなったのではないでしょうか。あの民が懐かしくなってきたんだぜ。今総集編を作成中なので、2月の早い段階では投稿できると思います。あ、やっぱり宣伝入れてきた。ただ、ウプ主が無駄にこだわり出してきたので、時間がかかる可能性もあります。そして言い訳も入れてきた。では、ここから第3位です。316,568 回再生で、フロストパンクシリーズ総集編、ゆっくりと生き抜く極寒世界、絶望の霊夢編です。これは、初のプレミア公開もしたんだよな。この時の最大同時接続者数は、81人でしたね。お付き合いいただいた皆様、ありがとうございました。一緒に見れて楽しかったです。それでは、いよいよ第2位です。一気に増えて、927,095 回再生で、パトロンシリーズ総集編、ゆっくりの村経営です。これは、私の初の尊重シリーズだな。2021年のシリーズだから、もう随分と昔に感じるね。実況中は、1万再生もいかないくらいだったから、まさかここまで伸びるとは思わなかったよな。他のシリーズの陰に隠れがちだけど、チャンネル躍進の立役者と言えます。ありがたやー。では、このまま1位も発表してしまいましょう。ドキドキ。いや、もうわかってるでしょ。はい、第1位は。
103万9604回再生の、フロストパンク総集編、ゆっくりと生き抜く極寒世界、希望のマリサ編です。やったー。まさか、年内200万再生いくとは思わなかったんだぜ。私もこれはびっくりだね。このチャンネルで、100万再生動画が出るとは。しかも、2時間半もあるからな。何度も見ましたというコメントもたくさんいただいて、とにかく皆様に感謝です。私の頑張りが報われたんだぜ。私の犠牲を忘れるなよ。霊夢のおかげなんだぜ。うむ。それにやっぱりゲームの素晴らしさがあったよね。そうだな、このゲームをリクエストしてくれた、アショウマさんにも改めて感謝なんだぜ。うん、ありがとうございました。このチャンネルは、視聴者の皆さんに支えられてやっております。おう、うぷ主は頼りないので、これからもよろしくお願いします。でも、頼ってばかりではなく、この動画に負けないようなものを、今年も作っていけるように頑張らないとね。そうだな、何やらされるかわからないけど、誠意を持って取り組むんだぜ。はい、というところで、第1部の活動報告は、以上をもって終了とさせていただきます。足りない点も多々あったかと思いますが、改善しながら続けていきたいと思います。おう、私たちも見返すことで、新たな発見があるよな。うん。では、ここからは第2部の質疑応答に移らせていただきます。おう、それじゃあ。また私が質問を読み上げるから、霊夢から回答頼むんだぜ。はい、うぷ主になったつもりで答えます。では、行くぞ。グンナールが、初期住民だと気づいたのはいつ頃ですか？あわわ、正直に言うと、最終回を作っている時です。え？初期住民を確認してたら、なんでこいついるんだ？ってなりました。マジかよ。もう完全に移民だと思ってたのに、あいつも偉くなったもんだ。グンナールの扱い悪すぎだろ。いきなりウプ主の適当さがバレる鋭い質問だったね。おう。もう次行こう。ムクムク鳥可愛いですよね。はい。なんでマリサが答えるの？ムクムク鳥といえば私だからな。まあね。では、パソコンの購入を検討してますが、アナグマさんの PC スペックを教えてください。PC スペックについては他にもいくつか質問いただいたぞ。購入したのがもう3年くらい前なので、参考になるかわかりませんが、こんな感じです。CPU が、Ryzen 7 3700X。メモリーは、32GB。グラフィックボードは、GeForce RTX 2070 Super。あと、C ドライブが SSD1 テラで、D ドライブが2テラのハードディスクです。モニターは、確か2万円くらいの安い 4K を使ってます。基本的に機器に何のこだわりもないので、動けば何でもいいです。なので、マウスとかキーボードも安いやつですね。マジでこだわりも知識もないので、参考程度にしてください。よく見ているゆっくり実況者はいますか？って質問だな。前回も挙げさせてもらった、やさぐれゆむさんや、ポンポンの動画箱さんなどをよく見させてもらってます。やってるゲームが近い人が、やっぱり好みに合いますよね。ただ、ずっと編集していると、ゲーム実況から離れたい気持ちもあって、ゲーム実況以外のものを見てることが多いです。ウプ主は編集者なので、ロバの蹄を削る動画とか見てるんだぜ。あわわ。なんかすっきりするらしいです。ちなみに、こんなのも来てるぞ。好きなテレビ番組ありますか？基本的にニュースばっかり見てます。あとは、自然や動物関連の番組が好きですね。昨年見た中ですと、この BBC の宇宙から見た地球という番組は、とても面白かったです。BBC の番組は、動画配信サービスでよく見てます。さらに、好きな本や映画などは、何ですかという質問は一番多く来てるぞ。つーか、前回も来てたのに、全然答えられてないよな。あわわわ。本は好きで、一時は活字中毒かってくらい読んでたから、もう何を選んだらいいかわからなくて。でも、今度こそまとめてコミュニティに投稿しますので、そちらを参考にしてもらえればと思います。また逃げた。この後すぐに投稿します。頼むんだぜ。では、これは勘弁してやって、次。街づくりゲームにハマったきっかけはありますか？考えたけど、特にないです。というか、ハマってるつもりがなかったです。まあ、面白ければ何でもいいってやつだからな。ジャンルではなく作品重視でいきたいと思ってます。そしたらこれはどうだ？初期から編集技術が高いようにお見受けしますが、何か仕事してたんですか？これは謙遜ではなく言いますが、編集技術は高くないと思います。特に初期の動画とかは、かなり適当だなって思います。ただ、仕事で少し動画を作ったりもしてたので、普通の人よりは慣れていたと思います。とはいえ、素人仕事の延長みたいな感じなんで、大層なものではないです。関連してこんなのも来てるぞ。
動画1本作るのにどれほど時間がかかってますか？投稿頻度がとても早く感じました。投稿でしてる工夫があればお聞きしたいです。編集の流れは前回も回答したのでそちらも参考にしてもらいたいですが、だいたい動画1分あたり制作1時間で計算してます。10分の動画なら10時間ってことだな。まあ目安なんで、ゲームの内容とかによっては半分でできることもあるし倍かかることもありますね。村作りも後半になるほど要素が複雑になるから、後半になるほどゲームも編集も作業量が増えるよな。第1話なんかは家建てるだけで終わったりするからね。ファーセストフロンティアは比較的作りやすいゲームだったと思います。そして効率化の工夫的なものは特にないです。とにかく一日でも早くお届けしようと必死に頑張ってます。ウプ主は細かい時間管理とかは苦手だからな。集中すると8時間くらいはぶっ通しで編集可能です。集中するまでに時間がかかるけどな。これはどうだ？動画を作る際に心がけていることは？ゲームと視聴者さんへのリスペクトというのは前回言ったので、技術的なものを一つ挙げたいと思います。お、なんだ？ウプ主は没入感を結構重視しているので、ゲームの UI を意図的に消しています。 UI というのは情報パネルとか操作ボタンのことで、この黄色で網掛けしたあたりのことですね。全体を拡大などして画面から消すことで余分な情報を削除して見てほしいところにフォーカスしてもらうということを意図しています。まあゲーム実況としてそれでいいのかって考えもあるけどな。なので出すところと出さないところは選んでいるよ。まあ見る際は気にせずにお楽しみください。というところで今回の質疑応答はこの辺にしたいと思います。前回と重複するものは省かせてもらったものもあるので、2022年第3四半期の報告会もご参考ください。今回もご質問ありがとうございました。それでは第3部の3期目の方針に移らせていただきます。まずは今期の大目標として登録者10万人を目指したいと思います。そんなこと言っちゃってダダ大丈夫か？まあ目指すだけならタダだから。とはいえ昨年4万5000人の登録があったので、昨年並みに伸びれば十分に可能だと思ってます。おう。ちなみに年末から引き続いて好調にご登録いただいているので、1日あたり130人に登録してもらえれば年末には到達する計算です。よし、私も頑張るんだぜ。金の盾欲しいからな。うん、それでどうなんだ？何が？伸ばすにはやはり策が必要だろ。霊夢なら何か考えてるんだろ？それを言うんだぜ。ないです。完全なノープランです。嘘だろ。とりあえず2月にファーセストフロンティアの総集編を出しつつ、何か新しいシリーズやりたいなと思ってます。全裸で大寒波に挑むようなもんじゃねえか。あははは、笑ってんじゃねえ。大丈夫、あとはウプ主がどうにかするから。あいつ今回も私たちに任せっきりで出てきもしないじゃないか。ははは、読んだかね？うわ、なんだ。2周年記念のケーキに仮装してみたぞ。さあ私を食べて元気を出すんだ。あ、結構です。じゃあマリサ、私たちは仕事も終わったし収益金で合流しに行こう。お、それいいな。じゃあウプ主またな。それ脱いだ方がいいよ。ちょ、待って、私には確定申告という非常に辛い作業が。というわけで相変わらずグダグダですが、今年も当チャンネルをどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。なあ方針ってマジでないの？うん、これから考える。頼むぜ。